です。今日はアスパラとベーコンと卵の炒め物をします。アスパラガスは斜め切り、あ、ピューラーで硬いところを取って斜め切りにしました。それから実家から送ってもらったベーコンのブロックを使っていきたいと思います。薄切りにして、もうちょっと小さくしていこうかと思います。これをさらに半分、足りないかな、まあいっか。アスパラとベーコンです。こんな感じに準備できました。次は卵とマヨネーズです。卵を2個用意して、血が入ってますね。ついた。これを混ぜます。そこにマヨネーズを大さじ1。わ、なんだ今のは。お箸でやった方がいいかな。あんまりよく混ざらないですね。常温の卵じゃないとダメなのかな。マヨネーズ、ダメなのかな。でも溶けてきたからいいんでしょう。では アスパラとベーコン炒めています。塩コショウをしました。でも塩味はベーコンにもついてるので、塩は軽くで、コショウは白コショウとブラックペッパーを使いました。火が強いかな。
ちょっと一つ茎のところを食べてみたいと思います。卵を流し入れます。卵にはマヨネーズ大さじ1杯が入ってます。卵は2個です。これでちょっと火を強めますか。出来上がりです。はい、出来上がりです。すごく簡単です。アスパラ、ベーコン、卵、マヨネーズ、塩、コショウしか使ってないです。時短のおかずにどうでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。